皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックスさん勝ちました。よかったですね。よかった。今日はね、2点差まで追い上げられた時はどうかなと思った。正直ヒヤヒヤしましたが、よく勝ち切ってくれましたね。ナイスゲームでした。まあ、本当一気にこうつけ込んでいく相手のミスもありながらね、そこにつけ込んでいく力ってやっぱあるね。今日も7点4点だもんね。素晴らしいと思いました。さて、今回は皆様のメッセージをご紹介してまいります。カズチューブでございます。今日は赤堀さんとね、一緒にやらせてもらったんだけど、赤堀さんとやるとね、試合長くなるのよ。いつも今日は長かった。いつもだいたい延長戦に行くんですけども、今日は延長にはなりませんでしたが、長い時間すいませんというふうにおっしゃって赤堀さんは帰られましたけどもね。さて、ちょっと待ってね。あ、そうだ、メガネかけます。皆様メッセージですね。たくさんのメッセージ頂戴しています。ありがとうございます。一部ご紹介してまいりますね。トップガンさんは点を取られてもすぐに取り返せる良いチームになりましたね、ということね。まあ、確かにね、反発力はあるね。まあ、しかも今日相手のミスに乗じたというのも大きいと思います。それから新米織さんは実況お疲れ様でした、ということ、ありがとうございます。明日はオリちゃんはお休み、そしてその後は A クラスとの試合です。このまま首位独走といきましょう。そう簡単にいくかな、ね、なかなかそう簡単にいかないと思うんだけど、まあ、これをうまく5分ぐらいで乗り切っていけたらね、まだまだ勝負は先にあると思いますよ。石川のオリピメさんは今シーズン最多得点で勝利できたことは大きいですね、ということ。山岡投手はあとアウト1つ取りたかった、悔しい結果だと思いますが、次もいいピッチングを期待します、ということ。難しいね。ウェイバックさんは野球のルールってなぜ先発ピッチャーは5回投げ切らないと勝ち投手になれないのでしょうか。リリーフピッチャーは1球でも勝ち投手になることがあるのに不思議です。本当だね。まあ、先発はそこまで投げて初めて先発の役割と言えるんじゃない、ちょっと分かんないけど。大阪の蛍町さんは現地観戦でした、写真を貼ってくださいました。3回と6回の集中打見事でした、ということですね。ヒーローの紅林とセデーニョ、特にセデーニョは本当に良いところで打ってくれました。超満員のスタンドに恥じぬ良い試合でした。そうよ、3万4千人だよ、すごいね。だいたいいっぱい入るとね、2万5000、3万人超えてくると、ちょっとオリックスどうしたのっていうゲーム多いんだけど、昨日も2万9000、今日は3万4000、よく入ったね、本当にありがとうございます。希望さんはオールスターまでの6試合、ロッテ3試合、ソフトバンク3試合、最低4勝2敗でいきたいですねって、すごいな。最低4勝2敗?そうかな。僕は3勝3敗って見てるんだけどな、うまくいけば4勝2敗とぐらいの感覚なんだけど、ちょっと皆さんと感覚違うね。ありがとうございます。それから、ループガルーさんは結果だけ見れば圧勝なのですが、タイちゃんとトングが心配です。トングちょっと今日全然感じなかったもんね。狙いに行った甘い球も仕留められなかったんで、ちょっと赤堀さんもその辺を心配されていました。頑張れトンちゃん、頑張れタイちゃん。さくらさんはお疲れ様です。ベニとセデーニョ絶好調ですね、ということ。2点差になった時はヒヤヒヤでしたが、ダメをしても取って勝ててよかったです、ということですね。明日は心穏やかに仕事ができそうです。そう、明日は心穏やかな月曜日でございます。ありがとうございます。ラバン99さんは仙台で連敗した分をすぐに良い形でリカバーできました、ということ。この流れを来週の MH との対戦につなげていきたいですね、ってね。中田陽一さん、おっしゃる通りです。中田陽一さん、実況お疲れ様でした。日帰り現地観戦でした。ああ、よかった、お疲れ様でした。火曜の東京ドームのような試合展開でしたが、本当そうだね。ダメ押しができたのが良かったです、ということです。楽天と対戦したチームが首位陥落していますね。そうだね、楽天5連勝だから侮れません。新幹線、オリファンと西武ファンいっぱいいます。遠征ありがとうございました、本当にもうね。
ページさんは、一時は嫌な流れでしたが打線が頑張りました、レオは頼りになりますね。このレオというのはセデーニョのことね、ライオンズのレオじゃないよ、ということ。来週からのマリーンズホークス戦も全力で応援しますということ、よろしくお願いします。榎本公雄さんです。職場で経過を見てセデーニョホームランって山岡君勝ちと思ったのですが、まさかの展開、勝つと思うな、なんですよね、ありがとうございます。A300GMO さんは、大前さん実況お疲れ様でした。ボリ選手離脱の中、全員野球で頑張ってくれています。ベリ選手のサードゴロ、二塁悪送球はジョン・ジーの時の再来かと思いました。あれも佐藤流星だもんね、確かね、うん、懐かしい。僕もそれよぎった、放送で言わなかったけども、あんまり相手のミスを深掘りしてもしょうがないと思ったんで。でもそうなんだよね、二塁に送ってね、あれ送ってもセーフだもんね。一塁に投げていれば、まあ、悠々アウトのタイミングだったと思うんだけども、難しいね。はい。ビル・アット・オリセラの作り手さんは、台湾からですね。これ、いつもありがとうございます。明日は鷹の祭典大阪編で大前さんの実況ですね。そうなんですよ。野球の不備の月曜日のゲーム、楽しみですということ、皆さん見てください。明日はソフトバンク対西武の試合です。それから、空助どんぶりさんは、現地です。連勝できてよかったです。ベニー連続安打更新中、一皮むけましたね。3割挑戦頑張れということ。欲を言えば大ちゃん、あとアウト一つだったのに粘れなかったのが悲しかったですってね。次頑張ってもらいましょうね。フグさんも現地の写真貼ってくださいました。ありがとう。なんとか今週勝ち越せましたね。そうだよ。苦しかったけどね。いっぱい点も取られたけど、なんとか3勝2敗で勝ち越すことができました。オールスター前の残り6試合、厳しい試合になると思いますが、謙虚にスイープ負けだけは絶対にやられないよう乗り切れたらいいですねと、僕もそう思ってるので、3勝3敗お願いって感じです。ありがとうございます。それから土井真一さんは、実況お疲れ様でした。セデーニョのホームランの時の実況見ていてめちゃめちゃ興奮しました。僕の実況のこと、育成から這い上がって活躍する姿を見ると応援せずにはいられないですよねということですね。紅林君は打撃や守備だけではなくてお立ち台のコメントも良かったですということで最後のね、ファンへのメッセージが、先にセデーニョやって、まあ、その片言の日本語を真似したね、ベニはやるね。香里さん、大前さんの実況好きです、ありがとうございます。もうそんな風に言ってくださる方少しでもいればありがたいね。それから誠レノンさんは、家族で現地観戦でした、ありがとうございます。本当に快勝でしたね、オールスターまでにマリーンズとホークスと対戦ですよね。なんとか勝ち越して首位で前半戦折り返してもらいたいです。応援続けますねってこと、よろしくお願いします。後ろ前ストリーさんも現地、もう今日はもうたくさん現地行ってくださったね、ありがとうね。今日は打線が良く点を取りましたが、願わくば山岡大輔投手にもう少しピリッとしたピッチング見たかったです。まあでも次頑張ってくれましょう、もらいましょう。4回3分2の交代は本当に残念でしたってこと、本人が一番残念がってるんで、その悔しさを次にぶつけてもらいましょうね。はい、それからトシヤさんは、大量リードで勝てましたけど、先発の山岡投手に勝ちがつかなかったのがもったいなかったですね。それと打線の方はセデーニョの活躍が嬉しいです。嬉しいね、本当にね。それからうん、1988101019川崎さんです。すごい試合でしたねということ、終わってみたら大差でしたが、ハラハラドキドキの試合でしたねってことをおっしゃる通りでございます。ビーズブルーブルーさんは、何気に山田投手最近は抜群の安定感ですね。この前楽天戦で失点ありましたけどもね、打線もセデーニョ選手とベニーの得点圏の勝負強さはさすがですということね、頑張ってほしいね。それから桜咲くビーズさんは、一挙7得点の攻撃は見事でした。特に2アウトからの6点目7点目は大きかった。そうなんだよ、あれがなかったらえらいことになってましたね。来週上位との6試合なんとか乗り切りましょう。僕もそんな気持ち、なんとか乗り切ってほしいな。チャコリンさんは、
随分大味な試合になりました。打つ方ではセデーニョが5点、5打点稼ぎました。ベニーは18試合連続18試合安打です。ということ、そうだね、ありがとうございます。達也さんも現地の写真を貼ってくださいました。久しぶりの現地観戦最高でした、ということで良かったですね、ありがとうございます。牛松さんは、今週は投手陣打たれすぎではということ、先発がちょっとそんな感じではありますけれどもね。それを考えるとやっぱり山本由伸君ってすごいねと思いません？はい、それからいつも、勝たなあかんコートさんは、山岡に勝ちがつけば理想でしたが、あの内容では点々点、チームが勝ったので良かったというところですかね、ということ。まあそうだね、まあ欲を言えばということいっぱいあるもんね。まあ勝ちの中にもやっぱり反省点はたくさんあるんですけれども、難しいね。それからですね、ラブ注入さんは山岡投手に勝ち星欲しかったです、本当難しいですね、ということで現地観戦ありがとうございます。それからアームドさんは、現地だわねえ、グッズ無事にザキャッチの缶バッジゲット、あ、よかったねザキャッチ、森くんとりょうくんね、ファン T シャツは森友哉引き当てました、この強運大前さんにツイートしたおかげかもしれません、大前さん神です、ありがとう。試合後もショップすごかったですよ、見たいね、もうビーズショップさ行けないもん。僕はあのこのニューエラのね、あのバファローズの帽子が欲しくていつも買おうと思うんだけど、あの行列を見てやめるんだよねいつもね、ありがとうございます。そんな感じでですね、たくさんのメッセージ頂戴しました。ララブラザーさんはね、2回のビッグイニング、今日は楽勝かなと思いきや中盤詰め寄られたところを一気に突き放した、昨日といい打線がつながっていきましたね、この調子でオールスターまで駆け抜けましょう、ということ。そうだね、まあ、打線はね、まあまあ、まあ、でもなかなかいいピッチャーに当たると打線打てないんで、やっぱりまずピッチャーが抑えてくれるっていうのは前提になってくると思うんだけどね、野球っていうのはね。佐賀則さんも、大量得点できましたが失点も多くて反省材料です、ということですね。まあ確かにちょっとこの今週は、目立ちましたね失点が。バファセレさんは、今日は紅林とセデーニョのおかげといったところですかね、勝って何よりです、ということ。まあまあもう本当に一生は一生なんでね。白崎さんも現地ですわ、ハイライトで今日の実況は大前さんだと気づきました、ありがとうございます。それから写真貼ってくださいました。というわけでたくさんのメッセージ頂戴しました、ありがとうございます。ということで、そうだね、明日は野球のない月曜日でございますが、大前は野球がございます、オリックスはないんだけどね、明日皆さん心穏やかにお過ごしください。今回も最後までご視聴本当ありがとうございました、全部読ませてもらってますんでありがとうございます。いつもたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。じゃあまた、よかったね勝ってね本当。